試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、12月の9日に発売されますマルニとユニクロさんのコラボの商品についてお話をしていきたいと思います。 LINE 公式アカウントのメンバーの方々、いやーもうついていけないです、このマルニのどうしたらいいんですかっていう声があったりとか、いやーすごく楽しみという声があったりとか、早く楽しみにしてますってオンラインサロンのメンバーからもいろいろと意見を言われています。賛否両論なところもありながら、私もね最初、うわ来たぞ、攻めてきたなこの柄、サイケデリックなと思ってたんだけれども、いやまたね、見れば見るほど可愛いんですよ。これいい形でちゃんとマルニとユニクロがコラボしてるなっていう風に感じます。やっぱりほらヒートテックだったりとかレギンス的なものとかね、ユニクロでマルニを出すんだったら絶対こうだろうなっていうのをきちんと考えて出しているように思いました。つべこべ言わないで、もうとにかく画面に一緒に行きたいと思います。それでは行ってみよう。はい、というわけでいかがでしょうか。もう私ね、どうしようかなって思ってます。どうしようかなっていうのは簡単に言いまして、こないだもマメさんで結構下着なのに購入しちゃったし、今回もどうしようかな、散財するんですかねっていうような、そんなような感じでございます。見てくださいよ、だってこれもう本当に何この可愛いの、ほら、いやどうしよう。ね、このバラクラバって言ってね、ヘッドウォーマーって言うんですか、目出し帽ですよね、俗に言う、もう寒い地域のフェイスマスクとも言いましょうか。もともとはね、みゆみゆから火がついてすごく人気になって、特にね韓国の SNS のインフルエンサーたちがバラクラバをつけて SNS で配信する、発信するっていうことがものすごく流行ったっていうのもあってね、でちょうどバラクラバ流行ってますよねなんてオンラインサロンのさなえちゃんっていうね責任者の彼女とも話してたら、あっという間にもうこんなにマルニとユニクロでも出るんだみたいなね。だってなかなか結構普通の方勇気いると思いません？これ、顔丸く見えるとかね、可愛いなと思うんだけど、私もともと顔が丸い系だから、いやどうしようかな、でも可愛いななんて思ってる今日この頃です。いやもうとにかくね、この柄はちょっとびっくりするかもしれないけど、黒っぽいジャケット着てちょっとこれ出してブーツ履いたらめちゃくちゃ可愛いと思いません？特にね、冬ってほら暗い色多いじゃないですか、黒コンチャグレー、そういうところにちょっとこういうのがね見えたりするとね、この間もちょっとほら質問でね、スカートを履くとコンサバに見えてしまうんですけど何かいい方法ありませんかなんて質問があって、柄のタイツ履いてくださいなんてことをご返答したんですけれども、もうこれ柄のタイツの代わりになりますよ。このね曲線がちょっと難しいっていう方はね、もうこのブルーとこの黒と白のちょっとにじんだ感じのストライプなんてめちゃくちゃ可愛いじゃないですか。こういうねボーダーって足が太く見えるっておっしゃるかもしれないけれども、これくらいこうマルチにねボーダーになってたら、そんなね縞の方に目がいって色の方に目がいって足の太さなんて逆にそんなに目立たないですから、ぜひとももうねえいって履いていただきたいなと思います。それからね、これ何これずるくない？1万7000円かなぐらいなんだけど、もうこれめちゃくちゃ可愛いと思いません？ちょっと見てみましょうか。しかも風呂敷ぶら下げて可愛い、風呂敷っていうのもおかしいけどね、ちゃんとシルク風呂敷スカーフなんですよ。しかもシルクなの、シルクなのに1990円って安くないですか？このオーバーサイズダウンコートのこのモフモフ感、もう何これ、やだ、だって夏に買ったばっかりじゃない、こういう系の花柄のほらさ、ゴム引きのやつ、あとはもうこのオレンジとかどうする、可愛すぎる、内側に柄が入ってたらもっといいなと思うんだけど、どうしたらいいかなこの可愛さ。商品の詳細としては、中に綿が入ってます、 90% ダウン、 10% フェザーで、この金額だったらまあまあ悪くないでしょう。しかしね、今までどれだけプラス J でユニクロ U で、そしていろんなところのコラボでコートどれだけ買いましたか、またコート買うんですかみたいな、もうそんな感じなので、ちょっと片目を閉じたいと思います。まあとにかくヒートテックレギンスのこれも可愛いじゃないですか。さっきのほら見てこれ、可愛いですよ。ヨガウェアあるじゃないですか、ユニクロさんで出てる、あの素材であれば割とこうピッとしててあったかいと思うんですよ。これはね、普通におしゃれ着として着るのもありだけれども、ヨガウェアとして着るのもありなんじゃないですか。
ちょっとした体操の時、ジョギングする時なんかにこういうの履いて、冬の体操可愛いんじゃないですか。もうね、アクセサリーの感覚ですよね。しかもこのセーターがそのまま手袋とつながってるっていうね、めちゃくちゃ可愛いんですけど、そう、そういえばさっきのそのさなえちゃんがね、12月の9日一緒に買いに行きます、ぜひっていう話を言ってたんですね。今回のこれドハマりなんですけど、私どうしたらいいですかって、彼女はね割と派手めな格好がお好きなんですけれども、なので次回ね多分ライブすると思うんですよ。12月ライブするんですけど、その時さなえちゃんも一緒に連れて2人でキャッキャ言いながらライブをしていきたいなと思ってます。もう一度見てみましょう。今回なんたってねレディースだけですよ。秘宝レディースだけ丸に秋冬みたいなね、そんな言葉が飛び交ってましたけれども、メンズの方も多分ね買いに走るような気がします。割とほらプラス J もウィメンズの売り場に華奢な感じの男性が購入にいらしてましたけれども、気持ちわかる。私たちがメンズを買うのと同じように彼らも、あ、これ可愛い買いたいって言ってね買うんだろうなって思います。これも可愛いじゃないですか。オーバーサイズダウンベスト、ブルーも可愛いけどこれグリーン可愛い。でオーバーサイズダウンコートのこれはほら夏のねシャカシャカパーカーなんかと同じですよね。私が購入したのはブルーと白でしたけど、これもありましたよね。セーター、カーディガン、これも可愛いじゃない。カシミアボーダータートルネックセーターなんだ。カシミアでこのねボーダーってなかなかないから可愛いですよ。これも可愛いけど、このちょっとハロウィンのようなオレンジと黒、ジャイアンツみたいな感じのもいいですね。可愛いな。このねポップコーンニット V ネックセーターもいいんだけど、私はどちらかというとここはスルーして、もう多分ねボトムスメインでいくんじゃないかな。これも可愛いと思います。これは買うかな。このヒートテックタートルネック T は買うかもしれない。1990円なのよね。これ結構全色持ってても可愛いかもしれない。どっちかっていうとこっちのヒートテックタートルネック T のこの辺りだったら購入する。これとこれいきます。でこちらはボトムスの方購入するかな私。これ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 とこれを購入する予定です。それからねこれのねブルーが可愛いなと思って、これいやグリーンも可愛いんですよ。グリーンも可愛いけどブルーがめちゃくちゃ可愛かったの。さっきのねルックブックのこの足元がめちゃくちゃ可愛いと思ったの。めちゃくちゃ可愛いと思いません？いやこうやって見たらねこのセーターも可愛いんですよ。フードのついたマフラー、こんな感じの着こなし可愛いな。でもお尻が目立ちそうだな。このスカーフも可愛いな。もう可愛いなしか出てこないじゃないですか。この靴下も可愛いししましょう。やるな本当にユニクロさん。まあこの金額なのでね全色買っても結構いいぐらいな金額ですよね。1990円。でバギージーンズこれもいいんじゃないですか。バギージーンズほらすごく皆さん買われたと思うんですよ。大人にいいみたいなね、アラフォーアラフィーあたりにバギーパンツいいよ、バギージーンズいいよなんて話をしてたら、みるみる間にいろんな YouTuber の方がねバギーパンツバギージーンズの動画を上げられたりとかして、もし買ってらっしゃらないんだったらここら辺も黄色だったりブルーなんかも可愛いと思うし、私はね赤いパンツコーディロイっていうのがねちょっとね引っかかるんですけど、赤いパンツを実は探してたんですよね。綺麗な赤いパンツですよねこれね。コーディロイのこれ質感を見て、これタックがどうなのかちょっと見てみましょうか。あ、ここにタックが出てこないで外側にタックがあるのね。じゃああんまりお腹は気にならないでしょう。なかなか綺麗なパンツだと思います。このワイドフィットタックパンツ、これ丈め長めと両方あるんですね。いいですね、うん、実際に12月9日お店に行って履きたいと思いますけれど、本当はねこの形で赤が欲しかったな。さあ次、ミリノブレンドリブボーダーセミフレアニットパンツ、ここら辺だったらセミフレアなのでちょっと金額的にね4990円、先ほどのこちらのパンツに比べてね金額的には張りますけれども、フレアになってる分あんまりこのお尻とかもものあたりが気にならないんじゃないかなっていうふうに感じます。で標準丈と丈長めっていうことを考えると、さっきね扱い店舗って書いてあったけど、去年9月にミラノに行った時にミラノのユニクロ寄ったじゃないですか。ミラノの店舗が映ってました。
扱い店舗として、そうですよね、イタリアのねミラノで生まれたブランドであり、ミラノでも売るっていうね、ミラノだけじゃなくて海外でも売るっていうことがあるから、この長さをねちゃんと日本海外両方とも長さ短めと長めを出してるっていうね、ちゃんと考えてますね。しかも男性が履くっていうことも考えてじゃないでしょうか。ここら辺ウィメンズメンズ関係ないですよね。もうここまで来たらメリノブレンドボーダーニットワンピースノースリーブ、これもね夏がねちょっとあのワンピースどうかなと思ったけれど、これなかなか可愛いんじゃないですか。私はちょっと着ないけど可愛いと思いますよ。出ました、ポップコーンニットバラクラバー、このミックスカラーニットフードストール、このフードストールは可愛いかもしれない。カシミヤボーダーストールもいいな、しようかな。あでもこの色はいいな、ポップコーンニットフードストール、この色かわいいかも。これってさっきのこのアウターのこれと合わせるよう、もしかして考えちゃってるんじゃない。買う人いるでしょ、このコンプリートセット1,2,3,4,5,6 枚シルク風呂敷スカーフが入って12,000円、箱代がついてちょうど12,000円、1,2,3,4,5,6、なるほどね、全部買わせよっていう魂胆ね。嫌だわ本当に。でも可愛いのよ、このタイツないのかしら。どんどんあのもっとこういうのがあればいいとかっていう風に、ここまで完璧にやるんだったらこの柄のレギンス出してくれればいいのに、箱に使ってるんだったらレギンスに出してほしかったです。このボーダーグローブも可愛いじゃないですか、カシミヤなんですって、可愛いことで。ミックスカラーニットミトングローブはさっきのねニットフードストールとセットになってるんだけど、さっきね私これ見逃したけど、これミックスカラーニットオーバーサイズフルジップパーカー、この色もなかなか可愛いじゃないですか。全部をね合わせるんだとしたら可愛いですよ。さっきのグッズのミックスカラーニットフードストールと先ほどのニットと合わせるのも素敵じゃないですか。このミトンとね、このミトンがなんかこう古臭くていいですね。もうサイケな昭和な昔のいい時代な感じがします。昭和50年代的な雰囲気可愛いですね。靴下も、はい、もう靴下もいいです。もう靴下散々マメさんで買いましたからいいです。とにかくスカーフとそれからバラクラバに行くか、フードストールのこれに行くか、メリノブレンドリブボーダーセミフレアニットパンツにするか、このヒートテックレギンスを全色行くか。ブルーも綺麗じゃないですか。上は買わないけど、こうこうこうでしょうね。ちょこ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 結構いい金額いきそうで怖いです。頑張れジャイアンツもいいしな、これも可愛いですよね。この色、あこの色ってアウターも確かにこれだけど、これに合わせてグッズのフードストール、いやもう出来上がっちゃってますね。これもう一つ買ったら全部買わないといられなくなるようなコレクションのような気がします。皆さん財布の紐をしっかり握って見に行ってくださいね。私も財布の紐をしっかり握って店舗に回りたいと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。まだまだ悩み中の五十嵐です。皆様も一緒に楽しみながら悩んでいきたいと思います。それでは試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。